こんにちは、パルトナです。とうとうやってきました。でかい箱、箱がそびえ立ってます。これは X プラスリアルマスターコレクションフェイバリットスカルプターズラインゴジラ1995黒竜工房原型のデスゴジです。それではね、開封していきたいと思います。はい、箱の外観はこういう感じですね。裏側は真っ白ね。はい、重い。はい、上側はこんな風にね、ゴジラと書かれてますね。こういうデザインです。よいしょ、よっこいしょと。中身こんな感じですね。まず取扱説明書、こんなのがついてましたね。そしてこんな感じで、すごいですね。ゴジラの腕のパーツと尻尾のパーツですね。ゴジラ本体、うわー、でかいですね。で、ここに何か入ってますね、パーツがね。はい、こんな感じでしたね。おお、むちゃくちゃ重い。よいしょ、ゴジラ本体ですね。おお、すごく重くて怖いです、触ってても。これね、このままでは自立しないのでね、まずやっぱり尻尾をね、取り付けないとダメですね。これ尻尾、これね、マグネットですね、ここ。あ、いけた。ここね、マグネットなんでね、取り付けはすごく楽です。続いて腕ですね。腕もマグネットですよね。こっち側ね、こうか。お、めちゃくちゃ簡単。そして反対側の腕もですね、これで終わり。マグネット最高しかし重いですね、本当にね。こう持ち上げるのも大変だし、すごく気を使いながらね、こう触れないといけないという感じがします。付属物については、これ USB ケーブルですね。それから、これはね、この尻尾のね、下に敷くものだと思いますね。はい、そういうマットが入っています。そしてこれですね、これカバーですね。ちょうどこのゴジラの足の裏側、ここにですね、オンオフのスイッチと、そして USB の差し込み口がついてるんですね。これはね、発光ギミック用のものですね。で、これを隠すカバーがこれですね。こういうふうに、あ、磁石ですんでね、スコンとはまりましたね。取るの簡単なのかな。あれ、取りにく。はい、取れましたはい、こういう風になってますね。これだけ付属してましたね。それではここでね、サイズ感をちょっと見てみたいと思うんですけど、こちらにあるこれね、これもね、デスゴジなんですね。これは東宝30センチシリーズのデスゴジ、ゴジラストアでね、購入しました。スペシャルエディション、通常のね、ゴジラのカラーのイメージで彩色されたものですね。で、今回のこのデスゴジ、はい、だいぶ大きいですね。この30センチシリーズはね、かなりね、ボリューム感があるんですけども、これよりどうですかね、一回りぐらい大きいのかな。はい、すごい大きいですね。ただね、
ギガンティックシリーズに比べるとかなり小さめになりますね。というのはね、先に発売されましたデストロイヤー完全体のね、このスケール感に合わせてますので、それとね、ちょうどいい具合のサイズになっているということですね。まあそれにしてもね、ものすごく重いしね、今回ね、PUR とポリストーンとね、なんか混合でね、制作されてるみたいなんですけどね、まあどこがね、ポリストーンなんかわかんないんですけどね、なんか持った感じ、尻尾がね、ポリストーンなのかなとかね、かなり重かったんで、あ、ただね、マグネットも入ってますしね、ちょっとポリストーンの部分はね、まあかけやすかったりするんですけど、まあかけやすいところはね、PUR にしてるとか、そういう話だったと思うんですけどね、まあとにかく重くて、ね、すごくボリューム感はありますね。まあサイズ感こんな感じですね。それではね、ゴジラ本体ゆっくり見ていきましょう。黒竜工房さんのね、このフィギュアっていうのは、もともとがこう、デジタル造形だそうですけどもね。で、その場合ちょっとディティールが甘いので、あとね、このディティールをね、はっきりね、鮮明にしていくのに、手作業でね、されてるということで、まあ結局仕上がった感じはね、その粘土のね、造形とあまり変わらないように私たちには見えてますけどもね。まあ素晴らしいですね。この距離感から見ても。なんといってもね、このね、躍動感が素晴らしいですね。今にもね、動き出してきそうなね、そんな感じがしますよね。それではね、例によって足元から見ていきましょう。あー、いい感じですね。この爪ね、爪の彩色綺麗ですよ、なかなか。ね、爪のね、付け根の方はちょっとグラデーションがかかってますし、そしてこうラインが入ってますよね。はい、すごくこうね、しっかりした感じの印象がありますね。そしてちょっと上に上がっていきましょうか。あー、これはやっぱりね、ソフビ製と違って表面のね、凹凸感やっぱり違いますね。細かいね、凹凸感まではっきりしてますよね。うん、なんていうのかな、山が鋭いっていうのかな、こう言い方が難しい、表現が難しいんですけどね。こうして見ていただくと分かると思うんですけどね。いや、素晴らしい。これやっぱり素材が違うのでね、素材感が出てるという言い方がいいのかな。もう本当にね、凹凸感が細かい、山がはっきりしてますけど、その山にまたね、細かい山がね、しっかりとあるという、なんとも表現が難しいんですけども、見ていただくとね、わかりますけど、まあなんていうのかな、私よく言うんですけどね、視力がね、良くなったのかなというね、そんな錯覚をする、そんなね、繊細なね、表現がこの素材ではできるんですね。しかしこれは素晴らしいですね。このバーニングの部分ね、オレンジの部分が今回はね、発光しますからね。これが今はね、やっぱりね、発光させてないとちょっとね、暗い印象がありますね。そして顔に行きましょうか。いやー、これは素晴らしい顔立ちです。この口の中、いやー、歯もね、細かくね、しっかりと造形されてますしね、舌がね、ザラザラですね。これ生物感ありますね。もうちょっと上に上がってみましょうか。おー、目がいいですね。ものすごい目が生きてますね。まだね、今の段階ではね、目も暗い感じなんですけど、ここも発光したかな、確か。目も発光するかもしれません。楽しみですね。しかし、怖い顔ですね。ド迫力。いい目してますね。このゴジラね、この角度から見るとね、なんかね、今にもね、走り出していきそうな、そんな感じするんですよね。いや、いいっすね、このね、躍動感ね。この尻尾のね、緩やかなこのライン、これがなかなかいいですね。
こうしなやかな曲げ具合というかね、自然な曲げ具合というかいい感じですね。はい、もうこの尻尾の部分からね、もう足の部分にかけてのこの質感、さっきも言いましたようにね、視力が良くなったようなそんな印象を受けます。いい質感出してますね。これはちょっとね、やっぱりね、ソフビではね、ちょっとここまでのね味わいは出ないかなという感じはちょっとしてますね。はい、この足のね上の方の部分にもこのバーニングのねオレンジ色の部分が出てます。あ、これ光るの楽しみです ね。この腕のねこの表情もなかなかいいんですね。まあ私ね、どのフィギュア見てもそう言ってますけどね、本当にねいい感じですね。自然な感じでね、腕のシワなんかもすごくいいですよね。そしてこの背びれ、なんかねこの背びれいいですね。この背びれの造形も素晴らしいですね。表面のねこの質感、本当にね綺麗にね凹凸感出てますし、この背びれの先の方のね細かい凹凸感までしっかり出てますね。で今回ねバーニングバージョンですから、このオレンジ系のねこの背びれ、なんかこれがね優しい感じがしますね。いや綺麗ですね。今回ここも光るということでね、めちゃくちゃ楽しみです。後ろ姿もこんな感じで、さあかかってこいって感じのね、そんなイメージがねバーッと頭の中で浮かんできます。素晴らしいですね。背びれの部分は後ろから見てこんな感じです。この背びれと背びれの隙間の部分もねしっかりと造形されているところが素晴らしいですよね。はい、この柔らかい感じの背びれね、これもやっぱりなかなか私好きですね。そしてこれからずっと続いて尻尾の方になってくるとね、白系の塗装がされてます。はい、このようにね尻尾の質感素晴らしいじゃないですかね。え、うわまあお見事です、この造形は。はい、こんな感じなんですね。逆サイドから見るとこんな感じ、この角度から見てもやっぱりかっこいいですね。尻尾からねこの足元にかけての造形もね、やっぱりこうして見るとね細かい繊細な造形ね、やっぱりちょっとねソフビとね印象が違いますね。まあ、何回も同じこと言ってますけどね。はい、でこの辺にバーニングのオレンジ色が入ってて、そしてこの腕、はい、腕のシワがいいとさっきも言いましたけどね。はい、でこの顔ですよ。なんかねこのね口の開き具合がねすごく私好きです。いい感じですね。うん、今ですねこのゴジラの足の後ろ側のこのカバーを外してですね、そしてこの付属の USB のコード、 USB 端子をねしっかりと差し込みました。それではねこれから発光させてみたいと思います。いやー楽しみですね。ちょっとね照明をね落としてみます。照明落としました。それではねスイッチをオンしてみたいと思います。スイッチここだね。はい、スイッチオン、ブハッハッハッ、おーめっちゃバーニングしてます、燃えたぎってます、めちゃくちゃ明るいね、これすごいわ。
いやーすごい、本当に素晴らしいですね。このゴジラのこのバーニングのね、この状態がね、これ本当にね、炎のように光って見えるんですよね。え、この光り方見事ですね。ちょっとねカメラではね分かりづらいかもしれないですけどね、本当にねこう炎のイメージのね、そういう色してます、光り方してますね。これ素晴らしいですね。でね、途中からねこの相手役のねデストロイヤー登場させましたけども、これをここに運んでくるのがすごく重くて大変でした、ね、でこのゴジラをねちょっと回転台でね撮影するときだけこの充電用のねこの USB のバッテリーを使ったんですけどね、しばらくするとねパッとねこのね発光が消えちゃいましたね。多分ね電力不足になったんでしょうね。結構ねこれね敏感に電力不足になると消えてしまいそうな、そんな感じですよ。はい、まあ、このデストロイヤーはねここちょっとね電池で光ってるんですけどね、まあ光ってる範囲がねすごく大きいんでね、こっちはねやっぱりちょっと暗くすると目立っちゃいますねゴジラね。いやしかしねすごい場所取りますねこの2体を並べようとするとね。ということでね、またね飾るスペースをね考えるのが大変ですけども、でもこのゴジラ最高に買ってよかったと思います。今回ご紹介したのはリアルマスターコレクションフェイバリットスカルプターズラインゴジラ1995でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは今回はこの辺でバイバイ。こんにちは、パルトラです。とうとうやってきました、箱でっか。これね、これはリアルマス、あ、失敗。こんにちは、パルトラです。とうとうやってきました、箱でかそびえ立ってますね。これはエクスプラスのリアルマスターコレクションフェイバリットスカルフェイバリットスカルフェイバリットスカルプターズライン、やり直し。